二輪自動車部部室。よーし、いい吹け具合だ。デンちゃん、フレームの方はどうだい？森里、もっと力を入れろ。 何を言っとる。我が自動車部はボルト一本でも熱いハートで締めるものだ。つい2ヶ月、長い長い道のりだった。しかしこれさえ手に入れば日記女神ども。 閉めろ、森里。この後は買い出しだ。これだ、この石さえ手に入れば。待っていろ、ベルダンディ。他力本願寺。 風か？変ね。圭一さん、圭一さん、ここですよ、圭一さん。 圭一さん、私のことが嫌いなんですか？ ためらってるんです。どうしてです？私が女神だからですか？確かに私はあなたのお願いは神様に受理されたからここにいます。でもそれは最初だけで、私は本当はあなたのことを。 まだですか、圭一さん。 気づいてしまったのね。もうここにはいられません。さようなら、圭一さん。さようなら。の証拠物件を押収し、現在は関係者の事情聴取を行っている模様です。 では、次のニュースです。はーい、ケイチ。スクロドだよ。今、私がどこにいるかわかる？
そりゃわかんないわよね。実は私、スウェーデンにいるの。この国で開催されるサイエンス&エレクトロニクスショーが見たかったのよね。だから少しの間留守にするから。ショーが終わるのは来週だからってベルダンディお姉様に伝えておいてね。来るぞ。 PS、 私がいない間にお姉様にちょっかい出したら許さないんだからね。どうしたの？ベルダンディ？そういえば2時間前くらいに出かけてったわよ。僕たちは仲間だ。そうだろ？いいえ、私たちは他人よ。私とあなたは仲間じゃないわ。なぜならあなたを愛しているからよ。よし、そこだ、行け。押し倒せ。101回目の愛という名の東京ラブ物語を、もう誰も愛さないのにあなたはいない日に帰りたいっていう番組。この2人がもうちょっとでうまくいくのに、お互い煮え切らないもんだから見ていてムカつくのよ。まるで、あんたたちみたい。衝撃的なストーリーがまた一つ生まれた。劇団アンフィニがお送りする新作、エンジェル・オブ・アース、絶賛上演中。だ、イラつく CM ね。早く続きを見せなさいよ。101回目の愛という名の東京ラブ物語を、もう誰も愛さないのにあなたはいない日に帰りたいよ。タイトル名もイラつく。ただいま。ごめんなさい、ちょっと寄り道してしまって。誰かと密会してたりしてね。はあ、あのケイチさん、もしよろしければ明日このお芝居を見に行きませんか？芝居って？これなの。へえ、これ今の CM やってたわよ。よくチケット取れたわね。偶然いただいたのよ。いかがですか、ケイチさん。よかった。やるじゃん、ケイチ、この女神殺し。嬉しいです。うんうん、2人とも少しは進歩したようね。スウェーデンですか？あの子、なんで向こうで騒動を起こしていなければいいんですけど。そうですね。